お入りかわいい王女様。入り口を塞がないでおくれ。不作法だよ。それじゃあ育ちを疑われてしまうよ。さてと、あんたがここに来たのは人間を好きになったからだね。あの王子様だろ。無理もないと思うよ。ハンサムだものね。ところでお嬢ちゃん。解決の方法は簡単。望みを叶えるには、あんたが人間になればいいのさ。そんなことができる？そりゃあね、できるわよ。私の仕事、それが生きがいなんだ。あんたのような不幸せな人魚を助けたいの。誰も相談相手のいない、かわいそうな人魚ね。昔は嫌な女だった。魔女と呼ばれて当然。でもこの頃は心入れ替え、いい女になった。信じて。それにちょっぴり使えるマジック、この才能を生かし、恥ずかしいけど助けてるの、憂鬱で悩める人を泣けちゃう。不幸せな魂。痩せたい人でも恋したいって人でもどうぞいらっしゃい。ああ、不幸せな魂。絶え間なく訪れて、ああ、泣いてすがる。助けてあげる。もちろん。でもたまにあるのよ。お代もらえず。お仕置きするの泣きながら。時々クレームつくけど、でもいい子には優しい。かわいそうな人のため。さあ取引だよ。あんたを3日間だけ人間にする薬を作ってあげる。わかった。3日間だよ。大事な話だからお聞き。3日目の日没までにあんたは王子様と恋に落ちればいいんだ。つまりキスをしてもらう。普通のキスじゃダメ。本当の愛のキスだよ。もし3日目の日没までにそんなキスをされたら、あんたは永久に人間だよ。でもキスをされなければまた人魚に戻って、そして私のものだ。いけない、アリエル。この約束でどう？人間になったら父や姉たちとはもう会えないのね。その通り。でも好きな男と一緒さ。世の中ってなかなか厳しいもんだよ。ああ、もう一つ大事な問題があるわ。支払いをどうするか決めなくちゃ。ただではダメだよ。でも私、大したことはないわ。ほんのお印程度でいいんだから。すぐ払えるさ。私が欲しいのは、その声。私の声。お分かりだね、お姫様。もう話せないし、歌えない。おしまい。でも、声をなくしたらどうやって？だけどあんたには、美しい顔がある。それに身振りがものを言うのを忘れないで。ボディーランゲージ。男たちは大嫌いよ、おしゃべりは。好まれるのは黙ってうなずき、男の後ろを歩く。わかった？要するに会話は無駄。紳士たち嫌われる。何もしゃべらず静かにしてて。恋人欲しいならさあさあ悩め。お代は安い。その声。あ、不幸せな魂。もし橋を渡り立て通行料、さあさあ思い切ってサインして。やったんだ、向いてきたわ。いただきね。
けて。